ジェールソネンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。オレゴン州ミルウォーキー出身。チームクエスト所属。元グラディエーターチャレンジ、ライトヘビー級王者。ジェールシェノン、ジェールサネンとも表記される。レスリングベースを生かした、テイクダウンからの、グラウンドパウンドと精度の高い左ストレートを、得意とする。また、 トラッシュトーカーとしても有名であり、UFC ミドル級における人気選手の一人であった。アンデウソン・シューバとの二度にわたる激闘は、今もなおファンたちの間で語られている名勝負である。幼少の頃からレスリングを始め、将来総合格闘技に転校する全準備として1996年からボクシングを始めた。オレゴン大学時代は、 レスリングの NCWA ディビジョン1でオールアメリカンに選出された。2000年には東京で行われた世界大学選手権グレコローマンシニア 85kg 級で銀メダルを獲得した。並行してキックボクシングやサンボの大会にも出場し優勝している。1997年5月10日、19歳の時に総合格闘技デビュー。 5年のブランクを経て2002年3月30日の総合格闘技2戦目でジェイソン・メイヘム・ミラーに勝利する。2003年2月16日、初参戦となったパンクラスでゴーの秋広と対戦し、0から0の判定ドロー。2004年7月25日に再び来日、パンクラスにて行われたパンクラス VS チームクエスト 3VS3 対抗戦。 2005年10月7日、UFC 初参戦となった UFC55 でレナート・ババルと対戦し、三角締めで一本負け。UFC2 戦目は勝利するも、2006年5月27日、ジェレミー・ホーンに腕ひしぎ十字固めで敗れると UFC をリリースされた。 2006年8月22日、バドックファイトに初参戦し、ティム・クレデューと対戦。1ラウンドで TKO 勝利を挙げた。12月2日、バドックファイトでアレクセイオ・レイニクと対戦。3から0の判定で勝利。2007年2月18日、バドックファイトでティム・マッケンジーと対戦し、1R13 秒チョークスリーパーで一本勝ち。7月14日、 バドッグファイトでアマールスロエフと対戦し、マウントパンチで TKO 勝ちを収めた。2007年12月12日、WEC31 の WEC 世界ミドル級タイトルマッチで王者、パウロフィリオに挑戦。テイクダウンとパウンドで試合をほぼ一方的にコントロールしたものの2ラウンド残り15秒で、下からの腕ひしぎ十字固めで、 レフェリーストップによる見込み一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。しかし、ストップは、ソネンが腕ひしぎ十字固めを極められた際に声を上げたものをレフェリーが、ギブアップの意思表示と解釈した物議を醸すもので、ソネンもギブアップをしていないと抗議し、再戦の運びとなった。2008年3月26日、WEC33 で、パウロ・フィリオと、 再戦予定であったがフィリオの負傷欠場で大役のブライアン・ベイカーと対戦し判定勝ちを収めた。11月5日の WEC36 でフィリオと再戦し、後着が続く展開になったものの3から0の判定で勝利、フィリオに総合初黒星をつけている。なお当初はミドル級タイトルマッチの予定であったがフィリオの体重超過で ノンタイトル戦に変更された。2009年2月21日、3年ぶりの UFC 復帰戦となった UFC95 でデミアン・マイアに三角締めで一本負け。5月23日の UFC98 ではダン・ミラー。10月24日の UFC104 ではオカミ・ユーシンにそれぞれ判定勝ちを収めた。2010年2月6日、UFC109 で ネイサン・マー・コートと対戦。2R に肘打ちを受け額から大流血するも、試合の大部分をコントロールし、3から0の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。試合後のインタビューでは、かつて共に練習し、UFC104 で対戦した、オカミ・ユーシンについて、称賛するコメントを残した。2010年8月7日。 UFC117 でアンデウソン・シューバーの持つ UFC 世界ミドル級王座に挑戦。5R にわたって有利なポジションをキープして試合を一方的に優勢に進め、4R までのジャッジの祭典でと大差をつけていたが、最終ラウンドの 5R 後半に腕ひしぎ、三角固めで大逆転の一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。破れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 しかし後日受けた薬物検査で非常に高い数値のテストステロンが検出されたり偽証などで一時はライセンスが剥奪されるも最終的にはカリフォルニア州アスレチックコミッションから6ヶ月間の出場停止処分を受けた2011年10月8日1年2ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC136 でブライアン・スタンと対戦し 終始グラウンドで試合を優勢に進め方がためで一本、勝ち。2012年1月28日、UFC オンフォックス2のミドル級王座挑戦者決定戦でマイケル・ビスピンと対戦し、判定勝ちを収めた。2012年7月7日、UFC148 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで王者アンデウソン・シューバと再戦。1R は、 前回同様、テイクダウンからグラウンドに持ち込み試合を優勢に進めるも、ニアールに回転しての肘打ちを外し、体勢を崩して、ボディへの膝蹴りからパウンドを受け TKO 負けを喫し、王座獲得に失敗した。2013年、ザ・アルティメット・ファイター17で、ジョン・ジョーンズと共に、それぞれのチームのコーチを務めた。2013年4月27日、 UFC159 の UFC 世界ライトヘビー級タイトルマッチで王者ジョン・ジョーンズに挑戦。テイクダウンを取られ肘打ちとパウンドで TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2013年8月17日 UFC ファイトナイト将軍 VS ゾンレンでライトヘビー級ランキング8位のマウリシオ将軍と対戦。 グラウンドで圧倒した後に 1R にギロチンチョークで1本、勝ち。2013年11月16日、u f c 1 6七で、ライトヘビー級ランキング4位のラシャド・エヴァンスと対戦し、バックマウントの体勢からパウンドを受けて、タップをし、TKO 負けを喫した。2014年7月5日の UFC175 で、長年にわたって挑発し合ってきたバンダレーシーバと、 対戦する予定であったが、シューバが抜き打ち薬物検査を拒否し、対戦相手はビトーベウホートに変更された。しかし、その後の5月28日、ネバダ州アスレチックコミッションが実施した薬物検査で、ソネンから禁止薬物のアナストロゾールとクロミフェンの陽性反応が検出されたことが発表される。後日ソネンは性機能が低下したために、 trt をしていたが、trt が禁止されたため、正常なテストステロン値を維持するために、不妊治療目的でこれらの薬を処方してもらったと弁明し、さらに、私にとっては健康問題が一番大事だし、常に家族のことが優先だ。私はいつか格闘家を辞めることになるが、両親、父親であることを辞めることはない。それは私にとって、とても大事なことなんだと語り、 引退を表明した。しかし、後日、6月5日の2度目の抜き打ち薬物検査の結果が6月28日に公表され、そこで、人成長ホルモン、エリスロポイジン、人重毛生後などトロピンといった一般的にパフォーマンス向上薬として知られる禁止薬物を服用していたことが発覚した。2014年6月30日、ソネンは以前より UFC と フォックススポーツのコメンテーターとして活動していたが、薬物検査失格を理由に、UFC とフォックススポーツからソネンとのコメンテーターとしての契約が終了したことが発表された。2014年7月23日、ネバダ州アスレチックコミッションにより2年間の出場停止処分が下された。2014年11月11日、ESPN と契約し、 ESPN の総合格闘技コメンテーターに就任した。2017年1月21日、3年に、ヶ月ぶりの復帰戦となった、ベラトア170で、キトオーティズと対戦し、リアネーキドチョークで一本負けを喫した。2018年1月20日、ベラトア192のベラトア、ワールドヘビー級グランプリ準々決勝で、クイントン・ジャクソンと対戦し、3から0の、 判定勝ちで準決勝進出を決めた。2018年10月13日、ベラトア208のベラトアワールドヘビー級グランプリ、準決勝で、エメリアー・エンコ・ヒョードルと対戦。パウンドで1ティコ負けを喫し、決勝進出はならなかった。2019年6月14日、ベラトア222で、両都町田と対戦し、TKO 負け。試合直後に、 現役引退を表明した。ありがとうございます。